日宮城は、富山県射水市下城、かつての富山県射水郡小杉町日宮にあった、日本の城。上柳城、二条山城、橋、下城城とも言う。射水市指定史跡。富山城郭カードナンバー27。小規模な丘陵地全体を利用した一城別郭方式の山城。日宮新村見取り絵図によると主郭は北東の丘陵であるとされているが、その南西にある郭も同規模であり、南西の郭を主郭であるとする説もある。ただ、南西郭にはそれほど人の手が加えられた形跡がなく、また他の丘陵とはある種独立している状態となっているため、主郭である可能性は希薄であると思われる。北東の主郭は土塁、堀切りを効果的に使い、入り組んだ構造となっている。南の郭は、他の郭より、なだらかな丘陵に作られており、どちらかといえば、主郭よりも平坦面が広い。土塁や堀切りの他に縦堀も設置されている。南西の郭は、他の郭よりも、傾斜のきつい丘陵に作られている。郭は2段に分かれているが、平坦面が少なく、土塁や堀切りといった設備も見受けられない。主郭の東には、二の丸とされる郭があるが、道路整備等の影響でかなり削られている。ちなみに、都市登が山州市には、城の周りを水郷で囲んでいたと書かれている。北陸道に面しており、交通の要衝であった。出城としては、越中国赤い砦がある。追記年代は不明だが、戦国時代に、越中国の守護代であった神保氏の当主、神保長職が、永禄5年に、越中国蔵山城を居城とする前に寄っていたという。長職が、蔵山城へ移ると、越中国と三崎城等と同様にその市場として、機能していた。城主としては、神保源七郎等の名が伝わっている。父喜び衆の代に没落した神保氏は長職の代になって、急速に勢力を拡大。天文12年に、越中国府山城を築城したあたりから、越中国新川軍を領していた椎名氏との激しい、領地争いが始まった。これは、椎名氏を従属させていた隣国の越後国守護代、長尾氏にとっても看過できない情勢であり、永禄3年に、長尾景虎が越中へと兵を進める事態となった。この事実宮城も落城し、長職は敗れて一時姿をくらましている。長職はこの後再び勢いを取り戻すが、東には武田信玄と組んだ椎名氏、その奥には上杉氏、振り返って、西には一向一揆勢がおり、特に一揆勢に対する対応の一貫性の無さに、長職の苦悩が見て取れる。家臣は、親上杉派、親、武田、一向一揆派に分かれて争い、この長住は、武田方に突き追放される始末。その間、実権は徐々に、親上杉派の小島職賃に奪われて、上杉法への従属化が進み、長職の死後には、家臣の大部分が、上杉氏の家臣となった。元亀3年、武田信玄の調略に応じた、加賀国、越中国の一向一揆が蜂起。同年5月24日から日宮城は、一揆勢の猛攻に遭う。日宮城の首相であった、神保聡弘は、越中国新城城主安治坂長実に援軍を要請し、上杉方は、長宮山本寺定長等を援軍として派遣するも、たどり着く前に、呉服山で、一揆勢の迎撃に遭い、退却。そこを追撃されて、惨敗した。援軍が期待できなくなった首相たちは、同年6月15日に開城。一揆勢と和議を結んで、能登国出義山天平寺へと落ち延びた。これによって勢いづいた、一揆勢はそのまま越中国白鳥城を攻め、越中国府山城をも落としている。日宮城は、その後資料から姿を消しており、さして時を置かずに廃城となったと思われる。神保家との縁も、深い薬勝寺や日宮社が立っている。小さな案内板が立つなど最低限の整備は、なされているようであり、城の痕跡も至るところに見受けられるが、私有地でありその立ち入りは、制限されている。ありがとうございます。